どうもおはようからこんばんは、とのでござる。雑談サバイビングジアフターマス、続きをやっていきましょう。さてさて、隕石が降り注いでいる。メテオからのスタート、画面が真っ赤になっております。保全所の建築は残念ながら木材が足らないので間に合っていないんですよ。隕石が降ってきたら手動で修理しないといけない。冬の嵐に比べて時間は短いから、まあそこは耐えれば大丈夫でしょう。ということでスタート。さあ66日目。本当はね、もうちょいリアルタイムでこれ撮りたいんですよ。でもね、もう早く先がプレイしたいっていう気持ちが強すぎてどうしてもね、最新の情報をね、最新の雑談を伝えることは残念ながらできないんですよ我慢できないから。でね、あれこれ建築はね、もうたくさん作らせているせいで今現在資源が追いついていない状況です。建築はどんどん完了はしているんだがね。で、前回のサウナ建築もうちょいでできますね。前回撮っていた時気づかなかったんですが、汚染を引き起こすって書いてあるんですよ。畑大丈夫かな。ダメそうだったらちょっと場所を変えるのも一つの手か。汚染された人参はやだなここも畑作らせているし、建築完了18件。隕石降り注いでいるんですよね。今現在は怪我人っていうのはいないな。汚染はいるんですよね。あ、ここは修理させている。シェルターが攻撃されたら嫌だな。あ、で、スペシャリスト行動可能。建築完了33件。めちゃくちゃあるな。このね、バロン様と、あとディーコンセントジョンにはここの攻略と周辺の資源の収集。大木戸博士はねまだ帰れていない。あと半日か。でここね、場所的にはそうだね、まあこの辺でいいか。で拠点で医療拠点、これがあるとこのマスに止まっていると自動で回復するんですよ。一人ずつではあれど、この周辺はダメージを負うところが多いんで、こういうところはちょいちょいあった方がいい。これフリッツかで、スペシャリストもまた一人雇えます。どうなう戦士か。まあ、この人は派遣用ですね。じゃあドナウさんで、次の派遣場所としてはマップとしてはまだ、あ、こっち方向広いね。広いんだったらどこかしらに、街中ぐらい、ちょうどここね敵さんいますし、あ、この辺だな。この辺に作りますか、医療拠点。でもってケイトちゃんは終わりましたと。おお、610お金、素晴らしい。じゃあ帰りましょう。木材が全然足らない分に関しては交易とかで補充はしておきたいんだが、今は北と南、ラッシュトンとモールタウンから今交易中で、パンダさんね、帰ろうかなって思っていたんですが、ここにハキムさんがいて、ハキムさんここに行かせているんですよ。でちょうど車があるんで、パンダさんね、まあ、この辺の病院でも行って薬取りながらハキムさんを待って一緒に帰ろうかなとまだまだ帰れませんよ。あらあら、井戸が攻撃、隕石もろに食らったら、これ食らったら埋まるよねぶっ壊れて。いや、前回ね、ザ・セトラーズの新作の話しましたよね。ただ残念なことにね、これ撮った後に
発売が延期になって、いや私知らなかったんですよ、当日まで発売されると思っていたし、新着って PS ストアの方に書いてあるから買おうとしたら未定ってなってて、え、どういうことって思って、公式の UBI のツイッター見たら、発売予定から1週間前にどうやら延期になったみたいで、いや、あの PC 版っていうのかな、もともとはもう2月に発売していれど CS 版コンシューマーの方が遅れているんですよ。今現在撮っているのは4月の頭なんですよ動画投稿するの2週間後なのになその時点でまだ未定なんですよ。いやー、ここはねちょっとショックだわ当日ほんとショックだったよ。やろうと思って週末準備していたのに、ため撮りとかしてね、なのにできないってね。でどうでしょう、いろいろ建築とかは全然進まない資源ないもんな。お、取引相手到着。これで木材が一気に増えた、素晴らしい。木材一気に増えたところで、デッドクリーク、クリークさんはパーツか、パーツは今余っていますし、あー、サイエンスポイント、ラッシュトンいいですよね、サイエンスポイントが貯まるの。評判が最高1000でして、実はこういうコミュニティっていうのはマップにランダムで4箇所あります。4箇所のコミュニティの評判をマックスにするとトロフィーが得られるっていうのもあったはず。今現在3箇所発見しているんで、もう1箇所どこかにあります。いや、サイエンスポイントほんと欲しいわ。今プラスチックも足らないっちゃ足らないから、ここも買っとくか、お金ギリギリまで。あ、でもこれでもうマイナス486。へ、金属と薬でいいんだが、売れるものな、案外繊維があるんですよ。服が間に合っていないところもあるんでしょうね。まあ一旦サイエンスポイントだけにしておくか。大変な状況ではあるんですがね。あ、で、できました。ここはな、やっぱ人参かな。たまには違うの行くか。でも大豆。汚染さんのは作らないぞ。バイオレット、何でも来やがれ。お、だが終わったようで。よかった。そんなに被害ないですね。んなことはない。家が。施設のアップグレードとかもいろいろできるんですよ。家に関してはね、後々ちゃんとした住居、こしらえることができるんですよ。これを待ってからにしようかなって思うんで、まだアップグレードはしない。で、木とかね。木とか植えてみた。いや、やりたいけど、このゲームね、やりたいけど、隕石が始まってそこから取るって決めたから、何か時間潰しないかなって思ったら道敷いたりなんか花植えたりとかぐらいしかないんですよ。で、行動可能。あ、博士終わりました。じゃあ博士、いや収集率悪いからなもう帰らせてあげようか。あ、そっちから行くんですか。あ、まあ、ここあるからね。あ、そういうこと。わかったよ、大木戸博士。じゃあ、回復してこの辺取ってから、もうちょい痛めつけてから、返そうか。そして、ここら辺はまだですね。どう人って、まだ一人か。ザ・セトラーズに関しては本当残念だわ。結局、暇になって、いや、ワイルドハーツもあるんですが、どうしてもね、やりたいゲームが発生して、それがね、バイオハザードの RE4 をね、同僚がやってて、聞いているともうやりたくてやりたくてたまらなくて、
私本来ホラーゲームとかダメだしアクションもそんな上手くないと思っているから、ずっと動画の方で YouTube で消化していたんですよ。いや、やりたくてね、ついつい買っちゃいましてね買っちゃってね、これ撮っている4月の頭で、あのお城に入ったわ、お城に入って大砲で門をぶっ飛ばすところまではね、頑張ってね、来ました。いやー、アシュリーちゃんがね、恋が私がプッシュしている木戸あかりちゃんっていうのもありますし、武器商人がね、千葉茂さんっていうのが、もうそこでね、もう落ちたわ、私。声優が本当豪華ですしね、津田健とかいますし、大塚芳忠さんもいますし、そこでね、あ、まあ難易度はね、標準、スタンダードっていうのかな。それでね、始めて、もう楽しい。案外、私、のスキルでもいけるもんだなと。あ、ワールドマップ。お、マーシャルも帰れる。で、ケイトちゃんも帰れる。いや、物資はほんと増えたよ。ここはまだで、で、リコさんね、バロン様まだ時間かかるんで、ちょっと時間潰してここ行ってもらいますか。コードポイント差がありますものね。ここら辺もまだですね。余っているサイエンスポイントに関しては今予約しているんですよ。研究中なのは工業採掘。これでね、ここの地下の金属とかこういう系で資源が欲しい。あ、プラスチックもいいな。なんやかんや堆積はあるんですよ。あ、木材の堆積はなくなった。危ないかな、この辺。汚染がありますし。汚染については、あ、ここか。堆積はもうちょいでなくなる。まずは通り道のところから汚染を減らして、で、掘削いけますね。いけても電気が必要なんですよ。-12。電気に関してはソーラーパネルか2個必要な。ちょっと待とうか。というのも風力発電を欲しくて今予約中なんですよ。で、プラスチック。ああ、ここいいね。と思って今これも作らせております。変圧器。プラスチック足りませんね。であれば、なおのこと、なおのこと、ラッシュトンからプラスチックも買っといた方がよかったな。さっきも言ったようにね。ため撮りっていうほどでもないんですが、まあ、ちょっと先に撮っているのもあって、今動画投稿している頃って情報としてはかなり遅いんですが、お、ネズミちゃん。あ、で、サウナもできましたね。ついこの間、信長の野望の40周年の記念特番が、ついこの間じゃないな、2週間は前かありまして、信長の野望の新生のパワーアップキット版の発売が決定いたしました。それが7月の20日。もともと無印版が発売したのも7月21日で私の誕生日で、今回も私の誕生日の前日にパワーアップキット版発売するんですよ。やっぱ、小江さん知ってるよな。私の誕生日知ってるよな。いやー、嬉しいな。でね、もうちょうどいいことに、あの、町おこしでやっている、アシナ森氏編が終わるのが、その手前ぐらいなんですよ。ですから、ちょうどいい時期で、お、見知らぬ老人。あ、謎かけしてくるんですよ。地下に家を作るが、水が降ると、また地上に出てくる。さて、何のことか。いや、石ではないよな。地下に家を作るってことは、モグラかミミズだよな。水が降ると地上に出てくる。モグラは死ぬか。ミミズで行こうか。よーし、正解じゃ。
モグラ確か水振ったらもうそのまま死ぬような気がしたんですよ。お薬ちょっともらった。辺境に住む老人の道楽といいますかね、謎かけに付き合ってお金を、薬を入手。道具不足か。いいね、信長の野望のパワーアップキット版ですよ。いやー、早くしたい。よし、で、リコとバロン様で、ここの攻撃。ドゥームズデイの民兵？ドゥームズデイって私がこしらえている、シェルター？どういうことだ。メインストーリーも進めないといけないんですよ。で、パンダさんが3日かかるんですね。じゃあちょいちょい薬を取ってもらいながら、ハキムさんはここのサイエンスポイント、体力的にはここ取って、この防護服ぐらいか。服は大丈夫なんですよ。前回も言いましたが、防護服着て生活するというのもな。あ、ほんとだ。汚染されている。薪が必要か。お、取引相手到着。でね、木が足らないから、ここに、材木置き場と、あと植林場、これも作らせています。こっちまで行くと水が豊富だからいいですね。あ、どうだろう。今このカーソル的にはここまでしか行けないんですよ。こういうところってなんか作れたりするんだろうかな。まあ無理ですよね。水越えてなんか置けない松明。範囲外か。まあ無理だよな。クレーターができているな。あ、ベリーの堆積ね、気づかなかったわ。まだ残っているんですよ、ここ。お、まともでなさそうな集団が近づいてきている。戦闘の準備を整える。いざ破られてもいいようにサトシ、リコ、マーシャルで、ケイトちゃん。失われた理性、すごい髪型だ。あら、支離滅裂な叫び声以外誰も言葉を発していない。気をそらすか説得するか。いや、説得ダメでしょ。気をそらしてみる。お、懲らしめてやった方がいいだろう。では戦闘開始。といやーといやーって言っている。いけそうな感じはするな。だいたいいつもここは爆発するな。大丈夫、あなた爆発近かったよ。頑張って、クロスボウで応戦。あと2人、あとは君。何、何それ。RPG ぶっ飛ばすなよな。しかも無法者って。あ、ゲート破壊された。分かっている、大丈夫だ。スペシャリストは4人配置している。で、こうして侵入されるんですよ。だからこそみんなで応戦する。パンチ、あなたは避難した方がいいですよ。スペシャリスト4人もいれば余裕だな。どなた、ヘイゼルさん。ヘイゼルさん危ないですよ。でもぶっ壊れたから。あ、修理は自動でさせているか。よかった。
と、まあこんな感じでたまにゲート持たなくなるんですよ。ハキムさん、もう終わりましたか？あ、こっちは早いな。オーキド博士は回復中で、見てください、体力回半分まで回復していますよね。サウナがあるんで汚染の方はこういうところにも入るんでしょうかね、サウナってサウナやりそうな感じの場所ではないよな。バケツっぽいのがあって、そこで蒸すんでしょうか。いや、ちょっと密閉しとかないといけないような気が。さて、じゃあそろそろ人を呼びましょう。4人。住居の空きは7。あ、まだまだ資源が足りてないんですね。保全所もプラスチックか。さて、風力発電の研究完了したんで、ここに作らせております。ソーラーパネルよりはまだ効率がいいんですよ。今ここに4つあって、で変圧器も作って、ここにプラスチックの掘削作ろうとは思います。でスペシャリスト行動可能。ここ終わりましたか？大丈夫かなちょっと厳しいかな。危なくなったら引かせよう。バロン様も帰りがてらここまで行って、でちょっと見といてもらおう。そろそろ拠点にスペシャリスト集めて、あることをやっとかないといけないんですよ。ただ、オーキド博士は、あ、収集 50% か、そうか、収集率低いか。一旦この辺まで行って考えましょう。ハキムさんも終わり。で、車に乗りの、ちょっと移動。あ、コード1余っているのか。じゃあ、近くに乗り付けて、ハキムさん、ここに出して、あ、ゼロになった。ダメだ。やりたいことっていうのが、この辺のワームかな。見当たらないな。ワームがいて、それを討伐しておきたいんですよ。スペシャリスト4人ね、ちょっと心配なんですよ。それくらいに強い。一番ワームが強い。それ以外はなんとか一人で、なんとかなるっちゃなんとかなるんですよ。あら、ゾイさん気分が悪い。何が足りない？プラスチックか。生存者の集団。今人呼んでいますし、負傷もいますね。拒否。運搬車9人。増やすか、プラスチック。ここか。井戸の研究も終わって、アップグレードすることによって、深井戸に変わるんですよ。そうすればまだ水も多く得られるんですよね。これのアップグレードか。やっぱプラスチックだ。で、スペシャリストたち。博士をどうしようかと考えておりまして、7日？8日？行けてここだな。
ラシュトン評判1000になった。んー、じゃあ、プラスチックか。大豆とかもあって、豚さんか。いや、一旦プラスチックのみ。か、汚染物質も。これもどうぞ。お金は今そんなになくて、ここからだったら、木材とか道具か。道具と評判も上げとくんだったらパーツぐらいいっとくか。住居の空きも減ってきた。今建築、あ、ここは範囲は変。あ、風力発電できましたね。もうそんな感じなんだ。小さいタービンみたいなのが3連結ぐらいでくるくる回っている。で、変圧も開始したってことはプラスチックの掘削いきますか。資源で これか。プラスチックの抽出器。じゃあここに、向きはこっちでドゥーン。素材は金属がちょっと足らないか。お、プラスチックの体積なくなりました。近くでプラスチック、ここはあってもちょっと危ないんですよ。抽出の作っていることですから、ちょいと遠くはなりますが、あ、ここの援護。お、スペシャリストに危険が及んでいる。ディーコンか。そうですね、ディーコンは死ぬ。間違いなく死ぬから。おしまい。うわ、22時間で終わる。じゃあ大丈夫だ。あ、で、ここか。あ、ついていますね。でしたら拠点建設のここも医療。よし、スペシャリストは行けてもお金がありません。木材は順調で、いろんな資源を入手していますよね。置き場所っていうのがもちろんあるんですよ。容量は 64%。 こっちもあって、物置はまだ作らなくても大丈夫か。悲しみの飛行機。なんかすごい戦っていたんですね。ふわっとした。民間の飛行場で各派閥の空軍を迎撃してて、それで一体何なのかっていうのが気になるのか。場所がここ、マサラタウンからは近いから、ちょっと出しますか。本当は残しておきたいんですが。で、次に作っておこうかなっていうのが、
整備工場、確かなかったはずなんですよ。ないですね。お、イーさん、子供が生まれた？イーさん、あれかな、バイオ8で、死ななかった死ななかった世界線のイーさんかな。運搬車が案外減ったな。あ、そうか、あっちこっちをどうした、行商人。あ、前回返してしまったな、そういえば行商人。金属か、いいな。金属は欲しいから、魚あげましょう。今、食料の備蓄クソあるからな。1000超えたし、交易で使おうか。んで、あちこちの堆積。ここは、コンクリートか。コンクリートはここ行けますね。んで、リコ。ジョブ的には収集戦士で偵察者、略奪者の集団がキャンプしている。お、いいねいいね。パーツと電子部品とか、あと金属。生存者3人。そろそろ家も欲しいな。あー、バロン様、これでオーキド博士以外のスペシャリストはみんな帰ってくることになるか。堆積系は大丈夫かな。お、プラスチックの堆積がなくなった。あ、もう一箇所あるか。掘削が始まったらもうこういうの掘らせるところは必要最低限でいいか。といっても周りってプラスチック。あ、ここね、ここがあるんだったらここだけ残して西の方は破壊するか。あ、備蓄所いっぱいになりましたね。じゃあそろそろ新たな保管所、総合保管所、これを作りましょう。道沿いがいいかな。で、取引相手が到着したということで、ほう、娯楽箱とかコンクリート、金属ってないか？ないな。っていうか、サイエンスポイントあるの、ほんと助かるんですよね、ここ。じゃあなんか食い物売ろう。何が余っているんでしょうね。大豆、霜降り肉。で、獣肉。お魚。いろんなものをあげよう。相手はまだお金1000持っている。で、卵。あ、そうだ。で、家を作りたいと言っていたものの、この辺とか作らせていますし。もうちょい、整備工場はもうちょい。
出た住居が足らない。じゃあもう仮設テントでも作っておきましょう。じゃあシェルターの横っちょぐらい。資源が余って長屋ができたら壊しましょう。新しいスペシャリストか、バルチャー。名前かっこいいな。収集か、収集率 200% すげえな。速度は 6AP か。お金は今実は余っているんですよ。人と会話するのが苦手。私は仕事を探していますって言っているがな精一杯のコミュニケーションなのかな。じゃあ採用してあげよう。で、家に帰ってきた方々がかなり回復していますよね。なのでちょっと速度を落として、そろそろこの辺のサンドワーム討伐に行こうと思います。よし、向かわせました。お、まずはマーシャルっぽいな。バルチャー援護に向かってくれサンドワームすごい見た目だよな。よし、増援が来た。2人でもね、ほらマーシャルの HP もう半死になんですよ。やばくなったらね、ワールドマップに送るわおお、みんな駆けつけてきた。おー、倒したか、素晴らしい。じゃあマーシャルはこれの回収でちょっと停止して、多分ねまだいると思うんですよ。ちょっと偵察に行ってみよう。パンダさん来た？あ、これパンダさんじゃないわ。案外、あ、いた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 。引け、引けー。やはりまだいたか。まず到着したのはリコ。リコもうやばそうだなまあ戦闘員じゃないですもんね。じゃあ撤退。お、次にヤバそうなのはディーコンか。ほら、ディーコン前元アメリカ陸軍だったのにおかしいな。で、次にヤバいのはハキム。ハキム死にそうそんな強いか。あ、まあ倒したからいいけど。パンダさん悠々と帰っていく。一応これもね、食事にはなるんですよ、サンドワームの死骸。一回倒せば大丈夫なんですよ。なんでこの周辺でもっとやべえやつがいないか偵察。ふむ、いないか。いや、次やばそうなのはこの辺か。まあ、近場あたりで相当できればいいか。おっと、サンドアームまだいたか。じゃあすぐに援護を送りましょう。戦えそうな人はもうそんなにいないか。サ
サトシも加えてみるかちょっと死にそうな気がするんですよ。パンダさんは危なくなったら引かせる、ね、1対1では絶対に無理なんですよ。なんか吐きかけているし妖怪液みたいな毒になりそう。パンダの力でも半分ちょい削るぐらいか。お、みんな到着した。じゃあパンダ撤退。戦士じゃないとダメージもそんなにか。いや、だがなんとか倒せれる。お、ケイトちゃんか。やばそうなのもこれぐらいかな。今回3体討伐か。ふむふむ、この辺は大丈夫そうですね。次でちょっと心配なのは東かな。この辺りか、こことかね。汚染すごいでしょ。稼働中、稼働しているんだよな。止まっているように見えるが。お、整備工場は今建築中。ジャンク品っていうのは金属ゴミから金属を回収すると同時に、実はスクラップもね、回収しているんですよ。それを使って、あ、ジャンクか。ジャンク品も取ってて、それでパーツを作るんですよ。これもまたちょいちょい何か作るのに必要になる。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。では、さらばだ。